こんにちは、ぬれねずみです。でですね、今日はですね、下北沢ですね、下北沢の方に、芝居100本計画ですね、そちらの96本目をですね、見に参りました。で、ちょっと早めに来たので、ですね、先ほどはちょっと一眼で撮ってて、まあ、こちらもね、2回目撮れてたと思ったら撮れてなかったんで、LED ライトですね、小さい LED ライトをつけて、この真っ暗な住宅街でどのぐらいになるかって感じでやってます。で、あとはですね、こちらですね、ゴドックスの TT350 ですね。TT350。こちらを使ってですね、ちょっとね、夜のね、フラッシュ撮影、スピードライト撮影ですね。そちらもちょっとやってみようと思ってますので、よろしくお願いします。で、こちらがどのぐらいなんですかね。ちょっとね、カメラマンっぽくて恥ずかしいですけど、こんなもん撮ったら多分みんな避けてくれると思うんで、撮ってみますね、一回。大丈夫か。これ。今60分の1で、シャッタースピードが60分の1、F が 5.6 ですね。で、ライトの方がちょっと見えないですね。これ見えないですね、ちょっと液晶で。見えないですけど、一回撮ってみますね。撮れたかな？あ、こんな感じで撮れましたね。こんな感じ。このぐらいの感じですね。先ほどでもね、一眼の方とかでも撮ってるんですけど、やっぱり、ね、何気に照明だっていうことにね、ちょっと気づいたんで、もう一回撮ってみますね。はい、行きますよ。このぐらいですかね。はい、行きます。はい、撮ります。はい。来い。うわ、ちょっとずれた。こっちだな。はい、行きます。OK。こんな感じですね。だからやっぱりちょっと照明を焚いただけで、なんかそれっぽい感じですね。まあ、基本はね、素人さんはそれっぽい写真を撮るのをまず目指すっていうね。あれ？どれだっけ？これですね。はい、ちょっとこんな感じでね、なんとなく写真が撮れましたんで、まあ、今からね、ちょっとね、お芝居が始まる前ですね、夜の撮影に行ってこようと思ってますので、よろしくお願いします。それではね、芝居100本計画ですね、まあ、誰も声かけてもらえないんですけど、そちらもやってますので、よろしくお願いいたします。失礼します。